始まりました、オモチャンネル。お願いします。マンモス来ました。はい、来てないけど、来てない、はい、今回は誰の持ち込み企画ですか。僕の。お前から持ってきた。今年一番運勢いいですから、そうなんですね。シエタにはどんどん企画持ってきてもらいたいですけど、そうですね、今回は、はい、俺お笑い好きじゃん。またね、ちょっとお笑い系なのよ。なるほど、いいよいいよ。ある芸人さんがやってるあるチャレンジがすごい面白くて、オーブで体験したいなと思ってて。なるほど。え、何、はい、芸人さん来ていただいてる。え、本当ですか。はい、で僕たち普段から仲良くさせていただいてる方です。え、大丈夫、その仲良くしてるって。俺らが思ってるだけとかじゃない。マジで優しい。片思いじゃなくて。片思いじゃない、じゃない。一人、うん、人間一人、ちょっと動物、うん。ちょっと分かる、ピンときた。あ、結構絞られたけど、結構ギュー絞られる。絞られたけど、もう来ていただいてるんで、うん、この方々です。どうも、マグロです。お願いします。いらん、いらんな、いらん、いらん、藤田前回はいらん、いらん、いらん、オープニングいらん、たっぷりめに。うわ、すごい、たっぷり。あ、いらん、いらんな。イエーイ、ワンピーノのお二方です。ありがとうございます。ありがとうございます。いやいや、芸歴14年なんですけど、はい、相方にこんなん言いたないですけど、こいつ浮かれちゃった。こっちが片思いやと思ってたわ。いやいやいや、本当ですよ。バンビーノさんは僕たちのライブにも、はい、そう、前回見に行かせてもらった。本当あれも感動的やった、うん、やっぱオーディションの時から見てるやん、はい、確かに。その4人がさ、あんなに大人数を沸かせながらやるの見たら、うん、感慨深いもんがあったな。嬉しい、嬉しい、素晴らしかった。でさ、うん、かっこよかった、やっぱみんな。そう、絶対かっこいいなって言おうと思ったのに、はいはい、楽屋挨拶行った時に、はい、本田くんが、うん、バンビノさんって言って、高速ダンソンでダダ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 、どこ行くねー。俺こんなんで進めたことない。あれめっちゃ、ちょっとじゃあ見てないからちょっとやってみて。いや、やるんだよ。一回ライブのその、あ、じゃあライブで終わった感じな、うん、僕ら廊下で待ってたわけですよ、こうやってね、うん、いやー、できた。おお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 。確かにこのスピード感でした。でこっちの廊下の奥にあるスタッフがめっちゃビビる。めっちゃ速すぎて、すごい勢いで。そう、今日何すんのよ、ところで今日は、うん、今バンビーノさんって、はい、どの曲でも、うん、ダンソン、アウトチャレンジやってるじゃないか。知ってくれてんのか。はい、もちろん。うん、TikTok は藤田がやってんねんけど、一番バズったのが確かドン・キホーテの曲に合わせる。ドン・キホーテに合わすっていうダンソン。あれってどれぐらい再生されたんでしょうか。900万回。いやいや、オーブの曲にもちょっとダンスを合うんじゃないかと思いまして、はいはいはい、そのチャレンジをしたんですよ。俺実際やってるけどね、もう。あ、もうやってる。知らんかった。サンプラザの日に。あれ知らんかった。え、もう。みんな知ってたよな、それは。え、それは知ってくれてるよな。ビーオントップをやってくださった。ビーオントップも結構前に、そう、知り合った時ぐらいにやった。でサンプラザの後に興奮してやったやつは知って、はいはい、いや知ってるよな、その片思いなんですよ。すごい片思いやん。ごめんなさい。じゃあそれちょっと一回見てもらおう。いい、見てほしい、どの部分かな。あ、合ってる、合ってる、合ってる。すげー、ノーリミットニーブラ。ノーリミットニーブラ。こうニーブラしちゃうとあんな振り向くの。この時ちょっとカッコつけてたよな。ちょっとな、映画風に撮らなあかんかったから。ここで、ね、てっきりこっちかとでも思いました。あ、そう、2つあんのよ、パターンが、うん、あ、やっぱちょっとゆっくりめやとやっぱこれが難しかったりした時にちょっとあっちで合わせて、そうそう、あっちの方が。丸バツ札を今ね用意しました、はい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 、でこれでそのダンソンにオーブの曲が合うか合わないかをちょっと認定していこうかなっていうのを、うん、なるほど、はい、思います。じゃあまずは今のパーティー、うん、はいはい、ダンソンが合ってたか合ってないかを丸バツでやってみましょうか。これは大丈夫ですか。これはもう、まあ、そうやけど、はい、せーの、はい、はい、もう全員決まる。そうですね、これは合ってますよ。これ誰かがボケでバツ出してたらもう今日企画終わり。よかった、よかった、よかった。じゃあ早速もう他の曲でも、あ、いい、行こう行こう、やってみようよ。何の曲いきます。いやでも僕たち3月9日に
フィフスシングル You という曲を発売させていただきました。すごい、はい、なので、あのその曲でどうですかね。発売したばかりの僕たちのフィフスシングル、あの You という曲なんですね。 MV もあの YouTube の方に上がってる。すごい宣伝。どのチャンネルで見れるんですか。このチャンネルで。こんなに身内の告知ってあるんだ。すごい。その You の中からちょっとサンディアラームっていう曲が入ってるので、はい、ぜひそちらでやりたいな。サンディアラーム、はい、カップリング曲で結構かっこいい曲なので。なるほど。ダンソンの振りをちょっと改めて、はい、改めて教えていただこうかなと。なんとなくは分かるんですけど、もうこれはこっちだけが踏んでる状態。ああ、そう。ちょっと前だ。前、後ろ、前、後ろ。あ、これはコピーやん。うわー、これ嬉しい。本人からこれ教えてもらえるの。素晴らしい。で、これちょっと難しいけど、この腕をこう下げるときをグッてやると大きく見えるっていう。はい、ちゃんと振りなんですね。これあるんですよ。ダンソンは絶対できると思う。そうね。ただスーザカーザキーザコーンっていうのがあるんですよ。2人目のね。スーザ、これはカーザ。いける。キーザコーン。うん、スーザカーザ。これ、キーザ、これもう盆踊りなんよ。これ見てください、これ、トールさんのここ。ここ見ましょう。ここ、ここ。手首のスナップ。リスト、リストね。これめっちゃ難しい。スーザカーザ。いい。キーザコーン、はい、初めてザカーザ、初めて聞きました。キーザコーン、スーザカーザの練習英語言えないですか。お前らスーザカーザキーザコーン全然知らないですよ。ダンソンフィーザキードゥーザディーサーザコーン全部言うな。全部言うな。お前スーザカーザキーザコーン知らない。全部で言うな。スーザカーザフィーザートトサ、混ざってます。スーザカーザキーザコーンです。スーザカーザキーザコーン、スーザコーザキーザアラーム、これでいこう。じゃあスーザカーザキーザアラームでいきます。これねちょっと難しいんですよ、捕まえるとき。直前だけ真横に踏まなかった。えぇーレレ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 真横に踏まる。なるほど。そうで、掴んで、掴んでるぞ。で、そしたら最後のテレンのとこにハマる。ちゃんとあるんですね。ちゃんとある。ただ見てる人は本当どうでもいい。ミュージックスタート。あら、いい。頑張ってる、頑張ってる。カズスで。もうサビ終わっちゃうんじゃない？全然見てないよ。サビ終わっちゃう。全然いかない。もっともっと。いやいや、え、いや、終わった。俺魅力取りへんかった。魅力取りへんかった。中途半端にやっちゃいけないなと思って。確かにね。ちょっとステップが強かったから。ちょっと強かった。うん、音がなかったからかな。やっぱスーザカーザキーザコーン。あー、なるほど。飲んなかったんすよね。DNA になる。スーザカーザ、うん、キーザコーン、これが欲しいから。なるほど。ミュージックスタート。よし。キーザコーン、スーザカーザ、キーザコーン、スーザカーザ、キーザコーン、クルーね、もう危ないぞ。あ、懐かしい。あ、遅い。でも、まあまあ、合ってる合ってる。なんか、抱かれた時優しかった。優しいね。ミーブラがちょっとエロくて。エロニーブラ、なんかバチーンって決まるんやで。首を、首をこうやで。首を締める。何なんか優しい。普通に包み込まれちゃって俺。ハグじゃん。ハグでしたね。あとちょっとやっぱ長く慣れてないから、ほんまはスーザカーザキーザコーンがいいけど、もう日本語やからスーザカーザキーザコーン。そう、音楽になってないよね。ならなきゃいけない。そう、ならなきゃいけない。それはやっぱちょっとしてほしいな。そう、次は。そうよ。中野サンプラザで緊張しましたもん、ここ今。そんなはずないやん。でもね、リズムは良かった、うん、確かに合ってたと思いますよ。ちょっと、ミュージックスタート。スーザカーザキーザコーン。いい。スーザカーザいいよ。キーザコーン合いそう、合いそう。スーザカーザキーザコーン。合いそう。スーザカーザ
テンテンテンジャイン。気持ちいい。全然ちゃうかった。いた。やっぱり。これは綺麗だ。気持ちいいわ。これは気持ちいい。パーンって決まったとこも完璧だった。完璧だった。完璧だった。結構入れますね。このそうそうそう。チャンス。パーンっていうとこでもパンパンって。めちゃくちゃ気持ちいい。いい。すごい。あったあった。これちょっと丸バツで。せーの。これはだってシュータと佐野くんしかやってないの、この2人で十分、この2人でいけてたもんね。よかった。N2 ブラなしっすか。N2 ブラなしっすか。これはもうやっちゃいます僕、あの TikTok で。もうすぐやります。ありがたい。もうこの調子でもう1曲いきます。いきましょうか。そしたらもう先ほどあのね、カップリング曲のサンディアラームってやらせていただいたんですけど、うん、兄弟曲でフィフスシングル You っていうのが残ってるので、あ、出んのやそれも、はい、はい、あの3月9日に発売されました。何回言うの知ってるの You を。これはねちょっとここで やりたいなと。 You は、うん、結構バラード系なんですよ。そうやな、緑バラード系なんですよ。ちょっとゆっくりやったよ、はい、はい、アンカー You。 いやでも厳しいかなと思ってますよ。どう思うな民族にこの優しい曲っていうのがこの素晴らしい妙味があるね。その妙味、妙味が妙に味とかで妙味。初めて聞きました。複雑な雑味のあるものに、洗い物に優しい曲っていうのが、うん、なかなか合いそうにないことを合わす、それが妙味がある。妙味は聞いたことないです。妙味は絶対妙味があった方がいいから。あ、本当それ。ちょっと妙味を引き出せそうな人を。まあ完全に佐野くんは決まりやろうな。妙味で言うと妙味担当です。妙味担当、はい、やっぱりでもこんなこと言ったらいいけど、やっぱ本田くんやっぱり、まあ、一番妙なね。妙な僕は妙の方ですか。妙味の妙の方ですか。妙味じゃなくて妙な方かもしれない。二、うん、人で一回やってみてもいいんじゃないかな、うん、気づくまでもある程度時間があって、ふん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 って乗ってくる感じにしないとダメだ。結構あったよね時間ね。結構ありましたね。結構聞かせたね。はい、なんで聞かしたんだろう。なんか出るのこれ。これはあの3月 あの9日にあのリリースされてますね。何回僕たちのフィフス5枚目なんですよ。で5枚目でテーマが始まりで作らせていただいたんですけど、うん、おー始まり、はい、なんかそういうコンセプト、あの3曲全部始まりをコンセプトにしてるので、まあちょうど4月になって結構いろんな季節、まあ、いろんな始まりがあると思うので、うん、そういう時にぜひ聴いてもらいたいですし、なんかみんなの背中っていうのを一歩押してあげれるようなそんな曲になったかなと思います。でカップリングここでやってます。なんかねー。告知癖がすごい。ミュージックニブラ。あ、さっきやってんのよ今からやるのに。あら、すごい。なるほどね。いいね。あ、いいね。なんか好きの入り方いい。すごいな、アイドルがやってる感じだ。なんだあいつのことって言ったんだよ。動物でいいって。ゆっくりするか、近い近い、来るか、来るニブラ、ニブラ。いやいや、ちょっと嬉しがってるやん。さっきのハグ忘れられてないんですよ。サラ君なんか初めなんかね、こっちの回転の時すごくないこのムーブみたいなやつすごいやん。合うか合わないか、これ合う、あ、早っ、まだ言ってない。まだ言ってない。まるですね、嬉しいですけど、はい、慌てて行ったらカメラマンさんがこっちこっち。四つある。こんな近くに4つあって全部に赤点灯してるからどれかわからんから真ん中にあったら冷静に。あっちゃあっちゃ。そんな悪いことしたの。すみません。いや素晴らしい。じゃあよかった。全部合うやん。すげえ。オーブの曲素晴らしい。いやー、You はね、一番不安だったんだけど、はい、You さえあったらもう、You さえあったらもうオーブの曲は全部合いますから。確かにね。これなんか、このシステムを作ったバンビーノさんが天才ですね。お前、気づくな。じゃあ、ということで、俺が提唱したその、はい、ダンソンが、うん、オーブの曲だったら何でも合う説は、はい、OK よ、これは。ありがとうございます。全部合いました。すごいよ。すげえ。ただね、このダンスもね、やっぱりその踊りだけじゃなくてもどの映像にも合う説っていうのがある。映像でもあるんですか。万能なのよ、ほんまダンスも。ほんま本当に何でもごめんね、本当に。せっかくコラボしてるから、はい、オーブのみんなにこの目の前でちょっと踊ってもらって、ダンスもどのオーブのダンスにでも合う説をちょっと提唱していきたい。ダンスも逆にそのオーブが持ってるダンスにもきっと合うと思うから。なるほどなるほど。お願いしたいなと思っています。ほうほう。はいはいはい、じゃあちょっとあの一回どんなテンポが、そう、はい、ちょっと聞いてみますか。はい。リミックス曲があるのよ。ええー、そうバージョン聞いてもらえます。え？かっこいい。
何今のずっと聞いてたらもっと続くよね。かっこよかった、はい、これ確かに合いそうだな。確かに、ね、何の曲でいきます？もうこれもさっき の, あの妙味じゃないですけど、うん、U から。 U？ 早速 U から。 U なのかこれ。逆に一回逆に逆 U？ ちょっと妙味も欲しなってます。もう妙味って言いたいだけ。妙味気に入ってるだけ。妙味があるからやってみようか。じゃあ U、 どうかしよう。 U いきますか。いけるかな。はい、じゃあ踊ります。うえー、すごい嬉しい嬉しい。いけるかな。ミュージックニブラ。そばにいたい。いつだって言う。いいわ。よう、この手足がすごくできるよな。すごい。おお、どうなんこれ。これ合うかな。もう真逆の。まあ、女の感じですよ。妙味というかもう、あ、雑味。難しいんちゃう、これは。雑味が生まれた。さっきのダンスより複雑やからさ、このリミックスバージョンって。確かに。ダラッダッとかあるからさ。確かに。どうやって乗せるんだろう。これあるか。あったらほんますごいよ、これは。じゃあ今ちょっと僕たちが踊った振りを、はい、ちょっと当てはめましたので。はい、合うかな。はい。お、え、え、あれ、あれ、あれ、すごい、すごい。え？いいよ。いい。ああ。いい、全然いい。うわあ。いや、全然やってない。序盤すごかったな。すごい。序盤の方結構あってましたね。すごい。惜しかった。ナイス。すごいやん。素晴らしい。ナイス。ナイス。これもマルガツ。もうこのカメラって分かったから。今回はもうカメラ合ってんのよ。今回合ってるよね。絶対これやんな。合ってます。確かに。でもなんでも思うんすね。U の可能性が。確かに。ライブでやったらあかんだよ、ほんまあんな。いや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 。それかけたらあかんでライブ。やるじゃない。いや、強っ強っ。星が見えたよ、星が。かなり良かった。うん、良かったよ。何何まだあんの？今度じゃあ、そのさっきの U のカップリングのサンデーアラームのちってやっていいですか？あー、まあでもサンデーアラームこの調子でいくと合いそうっすけどね。確かにそういう曲もあるんだ。聴けるの？もう聴けるんですか？今今もう聴きます。3月7日からストリーミング、そして3月9日にU という僕たち曲をリリースさせていただいたんです。それもできるってこと？今はい、ここで今流すことができて。うわ、お得。ありがとうございます。やってみよう、やってみよう。なのよ、何回すんのよこれ。一日の雑誌の量より宣伝しますよ。ミュージックフィーザッキー。これは合いそうやぞ、このスピード感。確かに。こんなに踊ってた、近くで見たら。うわー、いい。さすが。はい、これ決まったら気持ちいいですね。かっこええんかいのやつな。さあ、それではお早速できたので見てみましょう。すごい。いい。おお、なってる。おお、いい。来るか。おお、言えてないです。こんな合うやんか。言えてないです。これも合うよ、こんなもん。それは何すか。これは全くわからない。全くわからない。ここに貼り付けてていいぐらいなのに。ずっと丸でいいってことだ。ずっと丸でいいってこと。もう判断さすな俺ら。じゃあもうダンソンオーブのどのダンスでも合う説。合う。認定でございます。素晴らしい。素晴らしい。いや、これすごい。オッケー。じゃあちょっと俺たちと一緒にバンビーノさんも一緒に踊りませんか？バツ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 。踊ってくれないですか？いや、もうでも踊るけども。何踊ったらいいんや？ロックやったっけ？
何の踊りやった？すごっ。じゃあちょっとサウンジャラム。いや今のはむずいぞ、はい、どっちが簡単なん？簡単の方で言うと言う覚えやすい振りがあるんですよ、うん、5時間ぐらいある時間。いやバンビーノさんなら多分もうすぐ覚えられます、はい、1分ぐらいで。ほんま俺らこの後全然いらん無限大のリハある。いらんくないでしょ。やる、はい、一回やりましょう。さっき踊ったのが1サビなんですけど、はい、僕ですその U に2サビですごい。あちょっと違うか。はい、ちょっと教えてほし い, しいいですか、はい、ミュージックニブラね。後ろにこう、まあ自由にしますとこは。ちょっとここが難しい。おお、はい、これ絶対したい。ここ大事です。ワンツー。こんな動かんて手と足。タリーの。で、ミラーイ、うん、ピロピロピロ足こうなってた。全く芸人が使わん神経。ミュージックスタートやで。そばにいたいよ、いつだってよ。はい、ふうかさん、ね、ふうかさん、おー、イエーイ、いけるじゃないですか。イエーイ、イエーイ、できてた。できてた。いや、できてた。本当に数分で。マジか。いや、緊張した。すごいさ。いや、嬉しいです。あとスーザカーザが全くいらん。いや、ほんまにですか。逆にパニックだ。まだまだ集中したい。次に集中したい。これが全然ちゃうからさ。さあ、それでは見てみましょう。すごい。すごいです。ちょっと大きかったかな。まあいいでしょう。いいです。いい運動だった。ありがとうございます。どうでしたか。ダンソンの凄さもすけど、ユーの凄さもでもなんかもう両方今日幸せです。本当よ、うん。ダンソンリミックス次のライブでダンスパートみんなそれで踊ろうかな。変な空気になる。オーブー君の他の曲でもやってみていいかな。ありがとうございます。全部あったな。嬉しい。素晴らしい。ありがとう。今日ご一緒できて嬉しかったです。こちらこそありがとうございます。ありがとう。それでは以上、オーブとバビロでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。高速で言う。高速で言う。高速で言う。